ケーキ風のジンジャーブレッドポーランドトルン名物のジンジャーブレッドピエルニック右はプレーンタイプ小砂糖掛け左はプルーンフィディング入りで外側はチョコレートコーティングジンジャーブレッドは生姜を使った洋菓子の一種である。ジンジャークッキーあるいはそれを家の形に組み立てたジンジャーブレッドハウスを指すこともあるが本校ではケーキ状になったものについて述べる。ただし 両者の違いは必ずしも明確ではない。ジンジャーブレッドの起源は古代ギリシャ時代にロドス島のパン屋が焼いたものと言われる。中東から十字軍がヨーロッパに持ち帰ったことで各地に広まり、現在では東ヨーロッパからアングロアメリカまで広く見られる。小説メリーポピンズの中にも登場する。イギリスではとても一般的なケーキである。ローマ時代に アフリカ産の良質の生姜と共に伝わったとも言われる。中でも、ヨークシャーなど、イングランド北部には、パーキンというオートミールと糖蜜を使った、ジンジャーブレッドがあり、ガイホークスナイトに食べる習慣がある。アメリカ合衆国では、冬、特にクリスマスの前後に、家庭で作って食べることが多い。生姜は、ジンジャーパウダー、あるいは、おろし生姜の絞り汁のみを使う。 また、甘みをつけるには糖蜜を用いるため、ジンジャーブレッドも黒みがかった色になる。生地の中に、マスタードやレーズン、ナッツ類を加えることや温めた、レモンソースなどを添えることもある。ありがとうございます。